でも結構ね行ってますもんね。こんなやついないね。まあ駅前じゃなんか割とよく見るでしょ。よくは言えないですよ。ね、それなんか隠してるんですか頭の中ちょっと、ね、ああ事情がない。あので服装の方はこういう感じですかいつも。そうですね。ええ、あんま変わりませんね。結構変な話金かかりますよね。いやいや。そうでもいや、これみんな祖母の。祖母の。そういうんで。ええ恥ずかしいんですか。どうしたんですか。声が裏立って声が。寝起きじゃないんですから。そうそうそう。この人目いっぱい恥ずかしいことしてくれてます。あんまないですよね。見て笑ってる。この人変なのね、あんだけの格好してるくせにね、ヒデちゃんちょっと着替えるから表出てってってね着替えるんですよ。表で出すんですけど戻ってくると大して変わんない格好してるんですよ。ねえ。ここまでやっときながら、いろんな恥ずかしいもの、いろんな恥ずかしい部分が人にあるもんですね。はい、ですか子供の時ですか、子供の時は、そうですね、別に正月はなんか自転車でタコ揚げしてたとかそういうのですね。タコ揚げ別にこれでも普通の子供は子供でしたから。そうですよね。ニャーと生まれてそうじゃないんですからね。そうそう。ゆげさん、しばらく。しばらくです。すみません、ね、この動物園状態。次はなんかこうやります？写真集の次は。いやあと X 全力投球でしょ。そうです。 X とあとは自分の遊びですね。俺自分のことに関しては全部遊びだっていうのを思ってるから、だから写真集にしても例えばもしソロアルバムを作るにしても遊び半分仕事こんだけよっていうのは絶対なくさないでやっていこうかなっていうのが。いいですね。なんかヒデさんってこう構えないでいろんなことやってるのが全部こう素敵になっていくっていうのが、やっぱ X ではやっぱりなんかこうね、みんなのだからヨシキとトシとパタの緊張感の中で成り立ってるから、自分でやってる時っていうのは本当自分の趣味の世界と、あと遊び半分っていうと言葉は悪いけど遊び心っていうのでね、ちょっといろいろやりたいなと。ヒデさんの報告方々、私たちも遊んできます。遊んでくださいよ。髪の毛いいよな今日のこの番組。なんかどっからどこまでが何のバンドだかすぐ分かってる。不便なんですきやすい。よくこれだけキャラクターのはっきりしたバンドを3つ集めたなっていう、ね、うん、めっちゃつきやすい。これバラバラに座っててもすぐどこらがバンドが組み合わせられる。怖いですよね。怖いですって言われるでしょ。よく優しそうですねって言われます。たまに。僕たちは紅白歌合戦の出番前なんですけども、しばらくみんなメンバー全然会ってなかった。でこの紅白のためにみんな戻ってきてくれて、みんな各国なんかどこにいるか分かんなかったのが、やっと久しぶりに5人会えて、ちょっとテレビ局であって水臭かったりもするんですが、来年こそは、世界デビューアルバム出るといいですね。一言ですけど出るといいなということで、今年もよろしくお願いします。チケットを買ってくれてた人とかね、はい、のなんか手紙とか読むとちょっと辛いですよね。あ、うん、まあだからそういうふうに待っててくれた人になんかこうなんかいろんなこと言われるのはもう地べたに頭つけてでも謝るけど もう全然関係ない人にもなんか解散だの再起不能だとか書かれるとね、胸くそ悪くなりますよね。どんなっていうのはですね、あの聞いていただいてからね、いろいろ良いんですが、なんか確か歌入れが最後だったんだよね。ああ歌入れがそうですね、あの最後の一番最後の曲がヒデちゃん。あ、なるほど。それにやってる間気がつかなかったんだよね。気がつかなかったですね、これが最後。あ、いつの間にかっていうことですか。よっちゃんから OK だよって多く電話もらってとしくに言ってことは君終わりじゃんって言ったんだよね。そうですね、はい、あの時嬉しそうな顔してるんだよ。